それではお時間になりましたのでセミナーを開始いたします。本日はクラウド年末調整単体利用ユーザー様向け年末調整セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日ご案内させていただきます。株式会社マネーフォワードの小山と申します。よろしくお願いいたします。本日の流れをご説明します。最初に諸注意事項を 本編では2024年の年末調整に関するご案内や、クラウド年末調整での年末調整業務の流れをご紹介いたします。なお、本セミナーはマネーフォワードクラウド年末調整の使い方についてのご説明となります。年末調整の制度、個社ごとの状況に合わせた設定方法、料金やご契約等についてはご説明いたしませんので、あらかじめご了承ください。 では、最初に、年末調整に影響のある法改正、制度改正についてご説明します。今年の年末調整に影響する法改正は6点です。1点目は、定額減税です。令和6年6月1日以降に行われる、令和6年分の年末調整時に、給与の支払い者に対して扶養控除等申告書を提出している人が対象となります。 以下のの人も対象に含まれまれすので、ご確認ください。1、令和6年6月1日以降、年の途中で退職した人のうち、記載の事項に該当する方。2、令和6年6月1日以降、年の途中で海外の支店への転勤などにより、居住者となった方。また、記載の人は定額減税の対象となりません。 こちらも合わせてご確認ください。2点目は、扶養控除等申告書の提出簡略化です。申告書に記載するべき事項が、前年の申告内容から変更がない場合には、変更がない旨の記載のみとすることができるようになります。 また、重たる給与についての扶養控除等申告書についても同様の改正が行われています。3点目は、国外居住親族への送金関係書類の提出書類範囲の追加です。給与等の支払いを受ける居住者が、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、 その親族に関わる記載の書類を給与等の支払い者に提示する必要があります。4点目は保険料控除申告書の記載事項の簡素化です。記載の場合について申告者との続き柄の記載を要しないこととされました。 5点目は、住宅ローン控除適用に関わる手続きの変更です。子育て世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン減税について記載の制度変更がされています。他にも、今年の年末調整には影響がありませんが、令和7年以降で対応必須となる法改正も予定されております。 合わせて確認しておくと良いかと思います。続いてサポートサービスのご紹介です。今年はこのようなサポートサービスをご用意しています。一つ目はクラウドスタディです。クラウドスタディは設定方法や使い方が学べる管理者様向けの e ラーニングです。 マネーフォワードクラウドをご利用中で、マネーフォワード ID をお持ちの方は無料でご利用いただけます。クラウド年末調整画面上部のハテナマークから、サポートサイト、管理者向け e ラーニング、ログインはこちらからクラウドスタディにログインできます。 クラウド年末調整では2つのコースをご用意しています。皆様の場合は、クラウド年末調整2024年を受講してください。中には全部で6つのコースがございます。1から1二受講いただくと年末調整業務の一連の流れを学べます。 中には設定操作動画もご用意しており、基本的な操作をご確認いただけます。細かい設定、操作方法のご確認と合わせて、動画もぜひご覧ください。また、クラウド年末調整のホーム画面にございますチュートリアルからも、クラウドスタディにログインいただけるようになっております。 次に、タスク一覧表です。年末調整業務を行う上で、どのようなタスクがあるのかを一覧にしたものです。クラウドスタディからダウンロードしてご利用ください。続いて、マニュアルです。こちらもタスク一覧表と同様に、クラウドスタディからダウンロードいただけます。 管理者向け会員マニュアルは事前準備や手続きの流れ、よくある質問などをまとめています。従業員用マニュアルでは、クラウド年末調整の操作方法をご案内しております。英語版の従業員向けマニュアルもご用意しておりますので、必要に応じてご活用ください。また、オンライン上でご覧いただける従業員用のガイドもご用意しています。 チャットにガイドの URL をお送りしましたので、合わせてご活用ください。タスク一覧表、マニュアルはクラウドスタディからご確認いただけます。クラウドスタディの1クラウド年末調整を始める前にのコースからダウンロードいただけます。最後に問い合わせサポートです。 クラウド年末調整ではチャットサポート、メールサポートをご利用いただけます。チャットサポートでは AI チャットボットが24時間対応しています。平日10時30分から17時の間でしたらオペレーターによるサポートも行っております。メールでお問い合わせいただく際は画面右上のハテナマーク、お問い合わせからお問い合わせください。 以上、サポートサービスのご紹介でした。次に、クラウド年末調整の昨年との違いについてご紹介します。1点目は、定額減税への対応です。還付追徴額の計算に、年長減税額、年長減税額控除後の年長所得税額、控除外額を追加し、 これらを考慮した年長年税額を算出します。また、源泉徴収票、源泉徴収簿、期配書においても、定額減税に対応する変更が行われています。2点目は住宅ローン控除の自動計算機能の追加です。 従業員が住宅借入金等特別控除証明書と年末残高証明書をもとに、年末調整アンケートに回答することで、控除額の自動計算と住宅借入金等特別控除申告書の作成が可能になります。続いて、クラウド年末調整で年末調整業務を行う場合の一般的なスケジュールをご説明いたします。 今回は12月支給の給与で株足税額の生産を行う場合を例にご説明します。青枠部分がクラウド年末調整上の作業です。10月頃にクラウド年末調整の設定を行います。10月末から11月頃に従業員の方へ申告書の提出依頼を行います。10月、11月の給与計算を行いつつ、12月の給与計算を確定するまでに、 従業員から回収した申告書の確認を行います。12月の給与計算が確定したら、1年間の給与、賞与をクラウド年末調整に反映し、免税額を計算します。株足税額が確定したら、生産月、今回の場合は、12月の給与システムに株足税額を反映します。 その後、翌年1月の給与計算前に令和6年分の申告情報を給与システムに反映します。最後に、給与支払い報告書、法定調書合計表を作成して、1月31日までに提出を行いましょう。次に、クラウド年末調整の画面構成について説明いたします。 昨年と構成に変更はございませんが、昨年もご利用いただいた方も、改めてどこにどのようなメニューがあるのか確認しましょう。こちらがクラウド年末調整の画面です。従業員画面へとクリックすると、従業員画面に切り替わります。源泉徴収票を確認する源泉徴収票メニュー、従業員が申告書を作成する年末調整があります。 管理者画面に戻ります。従業員では年末調整計算の対象となる人を登録します。紙で申告書を回収する人も登録が必要です。実際の年末調整業務はこちらの手続きから行います。設定では、クラウド年末調整自体の設定を行います。事業者の設定を行う事業者、 電子証明書の情報を登録する電子証明書、クラウド年末調整にログインできる人の権限を管理する権限、他のシステムと連携するための連携といったメニューがあります。続いて手続きの中も見ていきましょう。手続きの詳細から、手続きを開きます。手続きの中にはこのようなメニューがあります。 管理、設定では、手続きに関する設定を行います。インポート、連携では、CSV のインポート、エクスポートが可能です。申告書、帳表では、各種帳表のエクスポートができます。申告書、回収・計算では、申告書の配布や、回収した申告書の確認などを行います。 マイナンバーでは、マイナンバーの登録状況を確認できるほか、マネーフォワードクラウドマイナンバーをご利用されている場合には、クラウドマイナンバーと連携して、従業員のマイナンバーを一括で取り込むことができます。提出準備では、法定調書合計表や、給与支払い報告書の作成を行います。最後が、電子申告です。こちらから電子申告を行います。 現在は今年の年末調整に向けて開発中のため、まだご利用いただけません。今年の年末調整までには開発予定でございますので、ご安心ください。誰がどのメニューを利用できるかは、あり当てる権限で決まります。このように5つの権限を用意しています。クラウド年末調整で申告書を回収する従業員には、 一般従業員を付与してください。労務担当者には、全権管理者、もしくは一般管理者を付与します。全権管理者と一般管理者の違いは、権限、連携、プラン、料金を編集できるか否かです。管理者代理1、管理者代理2は、年末調整の代行者など、社外の方がクラウド年末調整を利用する際の権限です。 代理1は従業員、手続き、事業者、電子証明書を編集できます。代理2は閲覧のみ可能な権限です。以上がクラウド年末調整の画面構成に関するご説明でした。次に進みます。年末調整業務の流れをデモンストレーションを行いながらご紹介します。 最初に初期設定として、事業者設定と従業員の登録を行います。ここでポイントです。マネーフォワードクラウドに初めて登録する従業員がいる場合、一番初めの従業員登録のタイミングではメールアドレスは登録しません。メールアドレスを登録すると、クラウド年末調整にログインするためのアカウントが自動的に発行され、パスワードの設定依頼メールが従業員宛に送られます。 従業員への周知を終えてからメールアドレスを登録しましょう。では、事業者設定を行います。事業者を開きます。申告事業所、事業所、部門、タグも4つを設定します。ここで、押さえておきたいポイントが2つございます。まず、ポイント1。 申告事業所と事業所の違いを押さえておきましょう。申告事業所とは申告とつくように税務署や市区町村に申告する際の事業所情報です。法定調書の提出先1件につき1つの申告事業所の登録が必要です。例えば、東京本社は東京の税務署へ、大阪支社は大阪の税務署へと別々に法定調書を提出する場合は2つの申告事業所を登録します。 東京本社、大阪支社があっても、東京本社でまとめて法定調書を提出する場合は、一つの申告事業所で構いません。法定調書の提出先1件につき、一つの申告事業所を登録すると覚えておいてください。一方で、事業所とは、従業員が所属する事業所です。年末調整業務を行う手続きを従業員に割り振る際に使用します。従業員の検索にも利用できます。 続いて、ポイント2つ目です。こちらの申告事業所の画面に表示されている事業者 ID について、こちらはメールアドレスを持たない従業員がクラウド年末調整を利用するために必要な設定項目となっております。必要に応じて設定を確認しましょう。この事業者 ID が非表示の場合は、右上の更新をクリックしていただき、ID が表示されるかご確認ください。 更新をクリックしても表示されない場合は画面上部のハテナマークから、このページのガイドをクリック。スクロールした先の管理コンソールをクリックして管理コンソールにログインし、管理コンソールメニューの事業者、基本情報から事業者 ID を設定してください。その後、再度クラウド年末調整上で更新していただくと事業者 ID の設定が完了します。 これで事業者の設定の準備は完了です。では実際に設定していきましょう。まずは申告事業所です。右上の追加から新規追加をクリックします。昨年の情報をコピーする場合は、去年の情報をコピーして追加からコピーできます。編集画面で情報を登録・確認してください。 入力時のポイントを説明します。一つ目は法人格の位置です。法人格の位置を変更しても画面上の法人名称は変わりません。事業者名の後とした場合、事業者画面や申告手続等に表示される法人名称がデモンストレーション株式会社のように変わります。 二つ目は、電子証明書です。こちらは、電子証明書に登録済みの電子証明書を選択できます。今年初めて電子申告を利用される方は、未設定で構いません。電子申告を行うタイミングで、電子証明書の登録とこちらの電子証明書の設定を行いましょう。三つ目は、連絡先です。 連絡先には LTACS からのお知らせを受信するメールアドレスを登録してください。入力が終わったら保存をクリックします。申告事業所が設定できました。続いて事業所を設定します。事業所タブを開きます。 去年設定されている場合は登録済みの事業所名を確認してください。必要に応じて右上の追加から事業所を追加します。事業所が未登録の場合は事業所タブを開くとこちらが表示されます。事業所名と振り仮名を入力し保存してください。続いて部門を登録します。 部門タブを開きます。部門を設定すると部門単位で従業員を検索できます。昨年登録した部門名がある場合は登録内容の確認を行ってください。部門を追加する場合は追加から部門を登録できます。最後にタグの設定です。 紙回収の従業員と Web 回収の従業員で分けて管理したい場合などにタグを作成すると使いやすいかと思います。以上で事業者の設定は完了です。事業者の設定が終わったら従業員の登録を行います。従業員の登録は画面から一人ずつ追加する方法と CSV でまとめて追加する方法があります。画面から追加する場合、従業員の追加をクリックします。 入力フォームに従って入力します。事業所は事業者の設定で登録したものから選択できます。退職済み、退職予定の従業員は退職年月日と退職理由も設定します。ログイン設定は、ログインを許可しないとしてください。先ほどお伝えした通り、ここではまだメールアドレスは登録しません。 次に CSV でまとめて追加する方法です。従業員のインポート連携をクリックします。CSV でインポートする場合、1、登録情報をエクスポート、2、ファイルの編集、3、インポートの3ステップで登録します。出力フォーマットを選択し、エクスポートをクリックします。 出力フォーマットは Windows の場合は s h i f t j i s Mac の場合は UTF-8 を選択してください。ファイルが作成されたら、作成したファイル一覧に表示されているファイル名をクリックし、ファイルをエクスポートします。エクスポートしたファイルを編集します。CSV に入力できる情報は、インポートできる項目一覧で確認できます。 次にエクスポートしたファイルに追加する従業員の情報を登録します。CSV で登録する場合も、まだメールアドレスは入力しません。登録済みの従業員情報も確認し、変更がある場合は登録情報の更新も行いましょう。変更がない従業員は CSV から削除いただいても構いません。 ファイルができたらインポートします。ファイルを選択からファイルを選択し、インポートをクリックします。以上で従業員の登録は完了です。ここで初期設定に関するよくある質問を3点ご紹介します。1つ目、退職者は従業員から削除してもよいか。 今年分の給与等の支払いがあった退職者については、給与支払い報告書などへ影響しますので削除しないでください。また、昨年クラウド年末調整で年末調整を行っている従業員は削除ができません。ただし、前月以前の退職者は従業員に登録されていても重量課金の対象外となりますのでご安心ください。二つ目、従業員の並び替えが可能か。 従業員画面右上の「並び順」というボタンから従業員の並び順を変更できます。3つ目、従業員のメールアドレスに変更があった場合の対応の方法についてです。メールアドレスの変更は従業員本人が行う方法と管理者が行う方法があります。 詳しい操作手順はチャットにお送りしますガイドをご参照ください。次に進みます。初期設定が終わったら、次は実際に年末調整業務を行う手続きを準備します。ここでポイントです。先ほど法定調書の提出先の数だけ申告事業所を作成するとお伝えしましたが、 手続きも同様に申告事業所ごとに分けて作成してください。申告事業所が一つなら手続きも一つ。申告事業所が二つなら手続きも二つ作成しましょう。では、設定してみます。手続きで追加をクリックします。手続き名を入力します。 事業所情報の選択では申告事業所を選択します。設定内容の複製は、複製するを選択すると昨年作成した手続きから管理設定の内容を複製できます。保存して回収設定をクリックします。回収設定を行います。 従業員の申告書提出締め切り日と従業員に申告してもらう住所を設定します。電子的控除証明書の利用を設定します。電子的控除証明書での控除証明書の提出を受け付ける場合は、利用するにチェックを入れます。続いて、使用言語切り替えを設定します。 使用言語を英語表記に切り替え可能にしたい場合は、利用するにチェックを入れます。証明書の画像添付設定を行います。Web で申告書を回収する際、証明書画像の添付を必須にする場合は、チェックを入れます。通知設定をクリックします。 こちらで管理者と従業員に通知するメールを設定します。メールで通知するにチェックを入れると、該当の状態になったタイミングでメールが自動送信されます。通知が不要なものはチェックを外します。メール内容を編集をクリックすると、送信するメールの内容を編集できます。 必要に応じて、リリママイインンドドメールの設定を行います。リマインド通知期間、通知頻度を選択してください。メールの内容の編集も可能です。続いて、源泉徴収票の自動配布日を設定します。事前に配布日を設定し、源泉徴収票を自動配布できます。 設定が終わったら連携設定へをクリックします。連携設定を行います。従業員の選択で、この手続き内で年末調整業務を行う従業員を選択します。追加する事業所と従業員を選択します。すべての従業員を追加する場合は、そのままで構いません。 事業所や従業員を指定して追加することもできます。追加から複数の事業所、複数の従業員を指定することもできます。従業員情報、給与情報はどちらも今は連携しないを選択します。設定完了をクリックします。 内容を確認し、OK をクリックしてください。手続きが作成できました。続いて手続きの中の設定を行います。まずはホーム設定です。管理設定のホームタブを開きます。 ウェブ回収時に従業員に表示されるお知らせの編集やアンケートフォームへの付属テキストの追加を行ってください。続いて、従業員情報と給与情報を CSV でインポートします。インポート、連携を開きます。1、登録情報をエクスポート2、ファイルの編集3、インポート の3ステップで登録します最初にファイルをエクスポートします。エクスポートでマイナンバー、出力する従業員、出力フォーマットを選択します。選択が終わったら、今年の従業員情報のエクスポートをクリックします。 エクスポートした CSV ファイルを編集し、インポート用ファイルを作成しましょう。CSV データに入力できる項目は、インポートできる項目一覧をご参照ください。依頼前に取り込みを推奨する項目や入力可能な内容を確認できます。 一部の項目は外側の従業員メニューで登録した情報やデフォルトの値が反映されています。マイナンバーの反映も可能です。ファイルができたらインポートを行います。今回は事前に準備したファイルをインポートします。 インポートする従業員、インポート設定を選択します。ファイルを選択から作成したファイルを選択し、インポートをクリックします。 インポートしましたとメッセージが表示されたら、従業員情報の登録は完了です。給与、所要のインポートも同様です。インポート、連携の給与、商用タブを開きます。まずはエクスポートし、ファイルを編集、インポートします。CSV データに入力できる項目は、インポートできる項目一覧をご参照ください。 このような形でファイルを作成します。1月から10月までの給与情報を反映しています。ファイルができたらインポートを行います。ファイルを選択から作成したファイルを選択し、インポートをクリックします。 PSV インポートに成功しました。メッセージが表示されたら、給与、所有情報の登録も完了です。ここで、年末調整ステータスと、回収、計算ステータスについて確認しましょう。申告書回収、計算を開きます。年末調整ステータスは、申告書回収の対象、対象外を表すステータスで、従業員情報、給与情報をもとに自動判定されます。 対象、回収あり、対象外、来年分のみ、対象外、回収なしの3つのステータスがあります。回収あり、来年分のみの従業員について申告書を回収します。回収、計算ステータスは、年末調整業務の進行状況を表すステータスです。全部で5つのステータスがあります。未来は、 年末調整の手続きが開始していない状態。依頼中は従業員に Web で申告書の提出を依頼している状態。未確認は従業員から申告書が提出された状態、もしくは年末調整の対象外と判定された状態。確認済みは申告内容の確認が終わった状態。確定済みは、幹部追徴額の計算が終わり、年末調整が確定している状態を表します。 従業員のステータスを左から右へと動かしていき、全員が確定済みになれば年末調整は終了です。それでは設定に戻ります。手続きの設定が終わったら、いよいよ従業員のメールアドレスもしくはログイン ID を設定します。これにより Web で申告書を回収する従業員がクラウド年末調整にログインできるようになります。繰り返しのご案内になりますが、 メールアドレスを登録すると、クラウド年末調整にログインするためのアカウントのパスワード設定依頼メールが送られます。従業員への周知を行ってから作業を行いましょう。では、設定していきます。従業員メニューを開きます。登録と同じく、画面上もしくは CSV インポートで登録を行います。 画面上で登録する場合、編集から基本情報を開き、ログイン設定で、ログイン許可を許可するに設定します。許可するに設定すると、ログイン方法が2パターン表示されます。ここで2つのログイン方法の違いについてご説明いたします。 メールアドレスを選択すると、従業員に対してパスワード設定メールが送られ、従業員にパスワードを設定してもらうことができます。また、メールアドレスが登録されていることによって、年末調整の依頼メールなどの通知が自動でされます。一方で、ログイン ID は、従業員がメールアドレスを持っていない、 何らかの理由で従業員からメールアドレスを回収できない場合に、メールアドレスの代わりとなる ID を登録する方法です。従業員は、このログイン ID とパスワードでログインすることが可能となります。では、設定方法のご説明に移ります。メールアドレスで登録する場合、メールアドレスを入力。権限を設定します。 最後に保存をクリックします。ログイン ID で設定する場合、すでに勤怠などでログイン ID でのログイン方法を利用している場合は、こちらのプルダウンから選択します。一方で、初めてログイン ID でのログインをする場合は、新規追加からログイン ID を設定し、従業員がログインする際の仮パスワードをご設定ください。 ここでログイン ID について3点注意点がございます。1点目は先ほども申し上げましたが、メールアドレスで設定した従業員にはパスワード設定メールが送付されます。一方でログイン ID を設定した従業員にはメールは送付されません。ログイン ID で設定した従業員に通知する手段がないため、ログイン ID を何にしたのか、仮パスワードはどんなパスワードにしたのか、 管理者側で設定した内容を別途従業員に周知していただく必要がございます。ログイン ID を設定した従業員には、個別にログイン ID と仮パスワードを周知いただき、従業員がログインした際に自身で本パスワードを設定していただく流れになります。もしメールアドレスを回収できるのであれば、メールアドレスでの登録をお勧めいたします。2点目。 ログイン ID の仮パスワードを設定する際は、別途 c s v データなどにお控えください。登録した仮パスワードは後から確認できず、仮パスワードがわからなくなった場合などは、パスワードをリセットするしかありません。3点目、ログイン ID で登録した従業員には、一般従業員の権限しかつけられません。管理者などの権限を付与したい従業員は、メールアドレスでご登録ください。 続いて CSV でのログイン情報の登録方法です。従業員登録と同じ手順で行います。従業員からインポート連携をクリックし、登録済みの情報をエクスポートします。エクスポートできたらファイルをダウンロードし、 メールアドレスの列にはメールアドレスを入力、ログイン ID の列にはログイン ID を入力してください。ログイン ID を設定する従業員には仮パスワードも合わせて登録してください。なお、CSV では権限を指定できません。CSV でメールアドレスをインポートした場合、一般従業員の権限として登録されます。 次にファイルをインポートします。作成したファイルを選択し、インポートをクリックします。インポートが完了すると、メールアドレスを登録した従業員には、パスワード設定依頼メールが送られます。CSV での登録手順のご説明は以上です。 また、手続きの準備に関するよくある質問についても解説します。一つ目、手続きの設定を変更したい場合です。手続き作成時に設定した内容は、手続きメニューの管理設定、回収タブ、通知タブから変更できます。手続きに従業員を追加する場合は、手続きメニューの申告書回収計算の右上にある従業員追加、 こちらから追加をしてください。年末調整までの間に新しく従業員が入社した場合などは、こちらから随時年末調整に追加を行うことができます。二つ目、クラウド年末調整にメールアドレスを登録すると全員にメールが送られるのか。必ずしも全員に送られるわけではありません。 メールアドレスを登録した時に送られるメールは、マネーフォワード製品にログインする際に利用する共通 ID、マネーフォワード ID のパスワード設定を依頼するメールです。そのため、他のマネーフォワード製品をご利用中で、既にマネーフォワード ID を持っている方、クラウド年末調整に登録したことがあるメールアドレスを再登録した方などにはメールは送られません。三つ目。 昨年の申告情報を今年の申告情報に反映できるか。昨年クラウド年末調整で保険料控除の情報を入力している場合、従業員本人が申告書のアンケート回答時に昨年分の情報をインポートできます。生命保険料、地震保険料、国民年金、国民健康保険料が対象です。実際の画面は後ほどお見せします。また、 管理者の方であれば、昨年の手続きから昨年の申告情報の確認が可能です。続いて、手動で年末調整ステータスを変更する方法です。申告書回収、計算で対象者にチェックを入れ、対象,対象外からステータスを変更します。 また、今年は年末調整の対象外となるけれど、来年分の申告書を回収したいというケースがあります。その場合は、来年分のみ回収としましょう。来年分のみ回収とすると、従業員が回答するアンケートから保険料と住宅ローンに関する項目がなくなり、必要な情報のみを回収できます。以上、クラウド年末調整の設定のご案内でした。 ここまでの部分でご不明点があれば Q&A に投稿をお願いいたします。随時運営メンバーが質問に回答いたします。ここでこれまでにいただいているご質問をいくつかご紹介します。一つ目、事業者 ID は何のために必要でしょうかメールアドレスでログインする従業員のみの場合は設定不要でしょうかというご質問です。 メールアドレスで、事業者 ID はメールアドレスを持っていない従業員がログインする際に識別 ID として必要になります。ご認識の通り、メールアドレスでログインする従業員のみの場合は設定は不要です。続いて二つ目、回収タブの前職の厳選徴収票を必須にした場合、従来在籍している社員も必須になってしまうのでしょうかというご質問です。 全職の源泉徴収票を必須にした場合、全員提出が必須となります。ただし、説問回答時に提出をなしと選択していただくことが可能ですので、従来在籍している方は源泉徴収票の提出をせずに年末調整手続きを進めていただくことができます。では、ご案内に戻ります。 続いて、申告書の回収、確認の流れをご紹介します。ウェブで回収する場合、このような流れとなります。最初に、従業員へ提出依頼を行います。クラウドスタディに、従業員に周知するための文章のひな型をご用意しております。年末調整の手続きを準備する。年末調整の事前案内を行う。 従業員向け事前案内の実施からご確認ください。こちらのひな型を各会社様用に添削していただき、従業員に配布して年末調整をご案内ください。従業員へ周知する際に、メールアドレスで登録している従業員と、ログイン ID で登録している従業員では周知する内容が異なります。 メールアドレスで登録している従業員には、メールで案内する場合のドキュメントをご利用ください。ログイン ID で登録している従業員は、メールアドレスがない従業員になるかと思いますので、紙の文書で案内する場合のドキュメントをご利用ください。では、続いてクラウド年末調整の操作方法のご案内に移ります。手続きメニューの申告書回収計算を開きます。 未依頼ステータスを開き、検索機能のマネーフォワード ID でメールアドレスまたはログイン ID で検索すると、Web で申告書を回収する従業員を特定できます。まずはメールアドレスで登録している従業員を検索し、Web で申告書の提出を依頼する従業員にチェックを付け、回収、計算ステータスから依頼中にするを選択します。 ログイン ID で登録している従業員も同様に絞り込みを行い、対象者にチェックをつけ、依頼中にします。対象者の回収計算ステータスが依頼中に変わりました。通知設定を行っている場合、ステータスが依頼中に変わると、メールアドレスを登録している従業員には提出依頼メールが送られます。ここで従業員の画面を確認してみましょう。 回収、計算ステータスが依頼中になると、従業員画面はこのようになります。ホーム画面の提出する年末調整がありますをクリック、もしくは年末調整をクリックし、年末調整画面を開きます。1から順に操作を行っていただくと、年末調整に必要な情報の提出が完了いたします。言語切り替えの機能を有効にしておきますと、 こちらで言語の切り替えが可能となっております。また、年末調整フォームの英語表示だけでなく、年末調整画面全体を英語表示にしたい場合は、右上の三角マークをクリックし、言語から切り替えが可能となっております。では、実際のフォーム回答を行ってみます。まずは、本人情報です。 このように、説問に従って回答し、保存して次へで次の説問へ移ります。 ここで保険料控除の設問です。電子的控除証明書のアップロード機能を利用するにしていると、こちらに電子的控除証明書のアップロードのチェックボックスが設けられます。こちらから証明書の XML ファイルをアップロードすることができます。また、去年の年末調整の情報がある従業員には、 去年の情報をコピーして入力のボタンが表示されています。従業員はこちらのボタンをクリックすると、去年の情報が自動で入力され、入力の手間が省けます。 こちらに証明書の画像の添付を行うこともできます。保存して次へ行き、指針保険も同じように入力していきます。今回はい,いえにして次に進みます。 すべての回答が終わったら、申告書の内容を確認します。問題がなければ、申告書の確認を完了し提出するにチェックを入れ、提出します。従業員の操作は以上です。管理者画面に戻ります。 提出が終わった従業員は回収・計算ステータスが未確認に変わります。申告書が回収できたものから申告書の確認を行います。確認する従業員の氏名をクリックします。従業員の詳細画面が開きます。申告書内容タブを開き、内容を確認します。 こちらから添付画像と見比べながら申告書の確認をすることも可能です申告書様式でも確認できます問題がなければ確認済みをクリックしますステータスが確認済みになったら完了です また、こちらから差し戻しを行うこともできます。差し戻しを行うと、従業員画面ではこのように表示されます。 こちらで差し戻し箇所やコメントを確認できます。コメントに従い修正し、再度申請します。以上が Web で回収する場合の流れでした。次に紙で回収する場合の流れを説明します。紙で回収する場合、このような流れになります。 最初に紙で従業員へ配布するための申告書を出力します。手続きメニューの申告書、帳表から出力する申告書を選択します。演字する項目と出力する従業員を選択しエクスポートを行ってください。ポイントを一つお伝えします。 申告書の出力を行う前に、紙回収の従業員のみを一つのステータスにまとめておきましょう。例えば、Web で回収する従業員は先に、依頼中のステータスに変更します。紙で回収する従業員は、未依頼のステータスにまとめておきます。そうすることで、出力する従業員で、 未以来のステータスを選択することで、紙提出を行う従業員の申告書のみを出力できます。ファイルが作成されたら、ダウンロード、印刷し、配布を行いましょう。配布が終わったら、手続きメニューの申告書回収、計算で、紙を配布した従業員にチェックを入れ、回収、計算ステータスを未確認に変更しておきましょう。 合わせて、紙回収のタグを付けるのもおすすめです。従業員から紙の申告書が返ってきたら、提出された申告内容をクラウド年末調整へ登録します。画面上から登録する方法と CSV でまとめて登録する方法があります。 画面上から登録する方法は、申告書の内容を修正する方法と同様です。申告書、回収、計算で、反映する従業員の個人画面を開きます。申告書内容をクリックし、修正から情報を反映します。反映が終わったら、ステータスを確認済みへ変更してください。 CSV で反映する場合は、手続きメニューのインポート連携から、エクスポート、次にファイルの編集、最後にインポートという3ステップで登録します。最初にファイルをエクスポートします。エクスポートで i イナンバー、出力する従業員、出力フォーマットを選択し、今年の従業員情報のエクスポートを行います。 出力フォーマットは Windows の場合は ShiftJIS、Mac の場合は UTF-8 を選択してください。作成されたファイル一覧に表示されているファイル名をクリックし、データをダウンロードします。ダウンロードした CSV ファイルを編集し、インポート用ファイルを作成しましょう。CSV データに入力できる項目は、インポートできる項目一覧をご参照ください。 こちらで入力可能な内容を確認できます。続いてファイルができたらインポートを行います。インポートする従業員、インポート設定を選択します。ファイルを選択から作成したファイルを選択し、インポートを行います。反映が終わったら、 手続きメニューの申告書回収、計算に戻り、反映した従業員のステータスを確認済みに変更します。ここでよくある質問をご紹介します。提出依頼メールの再送方法です。メールはステータスを切り替えるたびに送られます。一度、未依頼に戻して、 再度依頼中へステータスを変更すれば、提出依頼メールが再送されます。申告書の回収、確認方法については以上です。不明点があれば、Q、Q&A に投稿をお願いいたします。申告書の回収、確認が終わったら、鑑付追徴額を計算し、厳選徴収票を配布しましょう。このような流れになります。 まず、反発以上額の計算までに全員のステータスを確認済みに進めておきましょう。12月給与が確定したら、年間の給与情報をインポートします。 インポート連携の給与・商用タブを開きます。1月から12月の給与・商用をエクスポートします。ファイルが作成されたらダウンロードし、情報を追加します。ここでファイル作成時のポイントです。インポートにより、現在の登録内容が CSV で上書きされます。 登録済みの給与情報は削除せず、追加分の追記をする形でファイルを作成してください。操作に戻ります。ファイルができたら、インポートします。CSV インポートに成功しました。メッセージが表示され、 給与、少用情報が登録されます。続いて、間付追腸額を確定し、給与システムに反映します。間付追腸額の確認は、画面上、もしくは CSV を出力して行います。まずは、画面上から確認する方法です。申告書回収、計算を開き、確認する従業員をクリックします。 寒付追徴額を選択します。こちらで年末調整計算の内容を確認してください。株足税額は本年度年末調整計算の欄で確認できます。問題がなければ確定済みをクリックします。これで年末調整が確定しました。 続いて CSV でまとめて確認する方法です。手続きメニューのインポート連携で、反付追徴額のタブを開きます。年末調整の計算金額をエクスポートしてください。このようなファイルが作成されます。 確認し、問題がなければ確認した従業員のステータスを確定済みに変更します。次に、還付追徴額が確定したら、給与システムに反映します。インポート連携の還付追徴額タブから、還付追徴金額のみのファイルを出力します。 給与システムに合わせて加工し、インポートしてください。以上が、乾物異常額の計算の流れでした。続いて、源泉徴収票の配布と、翌年分の従業員情報を他システムに反映する手順についてご説明します。源泉徴収票は、Web で配布する方法と、紙で配布する方法があります。まずは、紙で配布する方法です。 申告書調表の、源泉徴収票タブを開きます。印字する項目、作成する源泉徴収票、出力する従業員を選択し、エクスポートをクリックします。ファイルができたら、ファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。 このような形でファイルが作成されます。次に、Web で源泉徴収票を配布する方法です。自動配布と手動配布が可能です。管理設定、通知から、源泉徴収票の自動配布日で、自動配布すると設定している場合は、配布日になると、 対象の従業員に自動的に源泉徴収票が配布されます。手動で配布したい場合は、申告書回収計算で、確定済みを開きます。源泉徴収票を配布する人にチェックを入れて、配布から、配布済みにするをクリックします。 源泉徴収票が配布済みに変わりました。配布が完了すると従業員側で源泉徴収票を閲覧できるようになります。以上、源泉徴収票の配布方法でした。続いて、翌年分の従業員情報を他システムに反映する方法をご紹介します。1月になったら、翌年分の扶養控除等申告書で回収した従業員情報を 給与システムやロームシステムに反映します。インポート連携の従業員タブを開きます。マイナンバー・出力する従業員・出力フォーマットを選択し、来年の従業員情報のエクスポートをクリックします。 ファイルができたらダウンロードし、反映先のシステムに合わせて加工し、インポートしてください。最後に、法定聴取を作成する方法についてご案内します。まずは、法定聴取合計表を作成します。衛泉聴収表の提出対象、対象外となる従業員を確認しましょう。まず、提出準備の 商標対象者タブを開きます。衛星徴収票提出対象、対象外を確認します。対象、対象外は自動で判定されます。手動で変更する場合は、変更する従業員にチェックを入れ、衛星聴取票の提出から変更をしてください。 次に、法定調書合計表を作成します。法定調書合計表のタブを開き、法定調書合計表を最終形をクリックします。しばらく待ってからページを更新すると、 給与所得の源泉徴収票合計表に計算結果が反映されます。プレビューから、帳票形式でも確認できます。続いて、給与支払い報告書を作成します。まず、給与支払い報告書提出の対象,対象外となる従業員を確認しましょう。 商標対象者タブを開きます。給与支払い報告書欄を確認します。居住者と支払い金額が0円の場合、提出対象外と自動で判定されます。手動で変更する場合は、変更する従業員にチェックを入れ、給与支払い報告書の提出から変更することができます。 また、給与支払い報告書の提出先も確認します。修正したい場合は、申告書回収計算から、修正したい従業員を開きます。申告書内容タブの中で、給与担当者側の管理情報、過去住民税の欄から修正することができます。 続いて、住民税徴収区分を変更します。普通徴収にする従業員にチェックを入れ、住民税徴収区分から、普通徴収にするを選択します。符号、普通徴収切り替え理由を入力し、OK をクリックします。対象者の確認、提出先市区町村の設定、 通帳集の設定が終わったら、給与支払い報告書を作成します。給与支払い報告書タブを開きます。総括表の最終形をクリックし、最終形するをクリックします。 画面を更新すると、市区町村ごとの一覧が表示されます。市区町村名をクリックし、設定欄に必要な情報を入力、保存します。 プレビューから給与支払い報告書の内容を確認できます。プレビュー内のプロダウンから、個人別の給与支払い報告書も確認できます。他の市区町村についても同様に確認しましょう。最後に、法定調書を提出します。 クラウド年末調整で電子申告する、紙で提出する、E-Tax や L-Tax で提出する、の3つの方法についてお伝えします。まずは、クラウド年末調整で電子申告する方法です。最初に事前準備として電子証明書を登録します。電子証明書の追加から、電子証明書の情報を登録してください。 次に、事業者メニューの申告事業所を開きます。電子証明書欄で先ほど設定した電子証明書を選択し、保存します。以上で事前準備は完了です。事前準備が終わったら、手続きの電子申告メニューを開きます。 こちら、開発中の画面でご紹介します。電子申告準備のタブを開きます。申告事業所設定の設定状況を確認します。エラーがあった場合は、エラーメッセージに従って設定の見直しを行ってください。次に、申告内容にエラーがないか確認を行います。確認をクリックし、 エラーがあった場合は、エラーメッセージに従って申告内容の修正を行ってください。エラーがなくなったら、電子申告タブを開きます。こちらから E-Tax や L-Tax の申告を行ってください。詳しい操作方法は、リリース後にガイドもしくはクラウドスタディでご確認ください。続いて、紙で提出する方法です。 申告書、帳表から、厳選徴収票・給与支払い報告書を出力します。法定調書合計表は、提出準備の法定調書合計表から出力します。 最後に eTax、LTax、e、で提出する方法です。必要なファイルをクラウド年末調整から出力します。インポート連携から、他ソフトで年末調整計算を開きます。共通設定、出力する従業員を選択で、出力するファイルに応じて従業員を指定します。 続いて、こちらから LTAX 用、ETAX 用のデータをそれぞれエクスポートしてください。現在、こちらも準備中ですが、今年の年末調整までにはリリースする予定でございますので、ご安心ください。それでは本日はこちらで以上となります。 本日は、クラウド年末調整、単体利用ユーザー様向けセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございました。